はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。なんとね、今回も廃盤のプラレールをね、運よく入手してしまいました。こちらでございます。はい、これやばい、来たよ。これ北斗星ブル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 トレン、北斗星のブルトレンって意味わかんないね。北斗星ブルートレンセット、なんだっけ、いっぱいつなごうブルートレンセットか、ということで開封してみたいと思います。はい、こちらでございますね。ちょっと先頭車から見ていきましょう。こちら北斗星の DD51 の1068番。はい、超綺麗、動くよね。はい、結構早い、 DD51 に超早い。あのね、今回買ったびっくりしたのは、これってトイザラス限定の方なんだよ。まず DD51 の1068って書いてるのは、トイザラス限定のやつで、見分け方としては、ここ今触ってるところ、ここが白くないっていうこと。まあこれかな、他多分あると思うんだけど、まあいいや。これ先頭車 DD51 動いた、 OK。 はい、中間車、はい、プラキッズはねいません。よいしょ、硬い。はい、プラキッズいません。今回すごい綺麗なんだよね。はい、超綺麗、問題全然ないでしょう。破損もありません。ロビーカーです。あ、こっちか、ロビーカー。はーい、次こちらオハネフ25。お、今回ちょっと待って、人いる、人が2人ほど乗っておりました。プラキッズですね。うん、じいさんと乗務員客室のおっちゃんが乗っております。オハネフ25、僕の好きな24系客車、しかも連結器ついてる。これをね、こうやって連結するとね、はい、楽しい。メイドインね、タイランドです。破損は特にございません。シールの剥がれもない。そして最後がこっちのカニ24。はい、ちょっと開けてみましょう。わ、買った。はい、人は誰もいません。当たり前ですね。こちらもね、特に破損とかそういうのは一切見当たりません。本当さ、ここに別で、なんだ、これ何流編成のセットだっけ、結構いっぱいあるんだよね。EF81 があったり、無動力の DD51 もあるはずなんだけども、なくて、この4つだけで売られておりました。うん。これはまあ、北斗星の増血用っていうことで、使っていきたいと思います。まあ、かっこいいね。すごくかっこいい。やっぱさ、なんつうの？なんかさ、無駄にクオリティ高いところ、この、北斗星。これ超かっこいい。ということで、今回はこれで以上でございます。